ようこそ皇室ジャパンへ。皆さんご存知でしょうか。最近愛子さまがますます綺麗になられたと話題になっています。その大人っぽさが急上昇している秘密、一体何なのでしょうか。この動画では日本のプリンセスである愛子さまが見せる成長と魅力の秘密をお伝えします。さあ、愛子さまの美の秘密が隠された謎に迫ります。どうぞ最後までお見逃しなく。気になる情報が満載で、きっと目から鱗の発見があることでしょう。ぜひ最後までご覧ください。4月12日、4年生になってから初めて学習院大学に登校された愛子さま。キャンパス内で報道陣の取材を受けたのは1年生の10月以来のこと。ファッションライターは愛子さまのファッションの変化に驚いたという。大学1年生の時のジャケットスタイルはどちらかというと制服に近く、まだあどけない雰囲気でした。しかし今回は甘いブラウスにワイドパンツを合わせ、ぐっと大人っぽい印象に。ジャケットなどは羽織らず、ややカジュアルで、愛子さまのワクワクしたお気持ちや開放感が見て取れるのではないでしょうか。それでは大学生になった頃の愛子さまからファッションを振り返ります。1年生、10月、襟が小さめのコンパクトジャケット、正統派チェック柄スカートのきちんとコーデで新入生ガイダンスへ。お花レースのインナーが可愛らしい。アクセサリーはつけておらず、フレッシュで等身大のスタイリング。2年生、12月、20歳のお誕生日写真。1年生10月のコーデと比べると全体のシルエットがアイラインになり、ジャケットはややオーバーサイズのダブルデザインと、今っぽくそしてハンサムな印象に。シックな配色も新鮮。3年生、12月、21歳のお誕生日写真は愛子さまの品格と物腰の柔らかさが引き立つブラウンのジャンパースカートが主役のコーデ。靴もさりげなく色合わせがされていて、トータルバランスのセンスが光る。3年生、12月、ご家族で映画鑑賞へ。清楚なパールボタンがついたツイードジャケットにフレアスカートで、大人っぽく見えるセットアップにも初々しさを演出。同じ色ながら異素材のフェイクファーバッグで華やかなメリハリをプラス。4年生、4月、久々に御料牧場でご静養。歩きやすくもきちんと見えるローファーの機能性、スリットの入ったパンツのトレンド感、バレッタのリボンやインナーのレースの愛子さまらしい甘さと、三拍子が揃った計算されたスタイル。
4年生4月小花柄のブラウスにワイドパンツを合わせた甘辛ミックスコーデ、バイカラーのフラットシューズに雅子様テイストが感じられる。ご自分らしさをプラスするパールがついたイニシャルネックレスは三木本のもの。最近の愛子様はジャケットやパンツスタイルなどから雅子様テイストも感じられます。またヘアアレンジも以前はシンプルなハーフアップが多かった印象ですが、最近は髪を巻かれたりサイドを編み込まれたりと凝ったものが多く、ファッションやヘアメイクをより楽しまれているのかもしれません。これからのファッションも楽しみです。ご両親から見たら理想的に成長されたと思います。愛子さまは愛子さまで新しいものを見つけ、今後も活躍されると思います。初の女性天皇が愛子さまであってほしいと願う。派手さを感じないところも好きですし、気品を感じる女性になられたと思います。親の背中ってつくづく子供に与える影響が大きいんだなと弟家族と比較して感じました。愛子さまを拝見いたしますと本当に安心いたします。柔らかな笑顔でいらっしゃるのですが、歩く姿も出立ちも颯爽とされて人を魅了する何かをお持ちです。誠実に生きてこられたご両親の背中を見てお育ちになられた愛子さまに素晴らしいものが引き継がれているのだと感じます。愛子さまはお年を重ねられるたびにお父さまの柔らかい雰囲気とお母さまの高い知性が混ざり合い、本当に素敵な大人になられたなと失礼ながら勝手に親戚のように思っています。お話をされる姿に知性ってにじみ出ると思います。ティアラを辞退されたあたりから温かく美しい心を持って国民に寄り添って見守ってくださる方だと思っています。なぜだか愛子さまの笑顔を見てるだけで癒されて幸せになります。穏やかで気品あふれる笑顔、佇まい、オーラがすごい、本当に美しい。真の美しさってこういうことなんだろうなと思う。どこをとっても不快さやいやらしさを一切感じない。これぞ日本の誇れる皇族だと思う。愛子さまは知性、教養、皇族としての品位があり、物腰の柔らかさと落ち着きを感じます。装いも上品で青年皇族らしく派手すぎず、おしゃれでシックな装いでとてもお似合いで好感が持てます。愛子さまのご成長が楽しみです。一般家庭においても女子は20歳前後になりますと急激に富に女性らしさに磨きがかかり、美しくしさも倍増していくのではないかと思います。例に漏れることなく愛子さまもそのままに知的な気品を備えられて美しく育まれました。一重に天皇皇后両陛下の愛情あふれた目の下でご教示された賜物ではないかと拝察いたします。いかがだったでしょうか。愛子さまがきれいになった理由や大人っぽさ、急上昇の秘密を徹底解説しました。皆さんはどの部分に共感されましたか。
日本のプリンセスが見せる成長と魅力の研究を通じて、これからも愛子さまの美しさと成長を見守りましょう。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。